根本匠3月7日隊は、日本の政治家、建設官僚、自由民主党所属の衆議院議員、自民党福島県連会長、第4次、安倍改造内閣で、厚生労働大臣、第2次、安倍内閣で、復興大臣、第1次小泉第1次改造内閣で、内閣総理大臣補佐官等に係る施策担当、内閣府副大臣、第1次、安倍内閣で、 内閣総理大臣補佐官を歴任したほか、衆議院経済産業委員長を務めた。2006年、ニューデリーにて総祖,祖父は、貴族院議員を務めた、根本雄太郎。父は、根本正義。福島県郡山市生まれ。福島県立朝霞高等学校、東京大学経済学部経済学科卒業。1974年、建設省に入省。 建設省大臣官房政策企画官を最後に体九1993年、第40回衆議院議員総選挙に、もみ山明の地盤を継承し、自由民主党公認で、旧福島一区から出馬し、得票数2位で、初当選した。当選後、高知会に入会。1998年、小渕内閣で、厚生政務次官に就任。年月、 東財無金融部会長代理に就任。2002年、第一次小泉第一次改造内閣で内閣府副大臣及び内閣総理大臣補佐官の設置担当に任命された。2003年、衆議院経済産業委員長に就任。2006年、第一次安倍内閣で内閣総理大臣補佐官に任命された。2009年の 第45回衆議院議員総選挙では、福島2区で千葉7区から国替をした民主党前職の大田和美に敗れ、比例東北ブロックでの復活も必ず落選した。2010年、東北市市の会会長に就任。2012年の第46回衆議院議員総選挙では、日本未来の党から出馬した大田らを破り、福島2区で6期目の当選を果たした。 選挙後に発足した第二次安倍内閣で復興大臣に任命され初入閣した。2014年の内閣改造に伴い退任。同年12月の第47回衆議院議員総選挙で7戦。2017年10月の第48回衆議院議員総選挙で8戦。党金融調査会長、党税制調査会副会長。 東東日本大震災復興加速化本部常任顧問同本部福島会議代表東京農業大学客員教授を務める2018年10月2日第4次安倍改造内閣において厚生労働大臣として再入閣2019年1月22日厚生労働省の毎月勤労統計調査の不正問題で 鈴木敏彦事務次官を勲告、担当部署の幹部を言及など幹部職員ら22人を処分し、自身も大臣就任時からの4ヶ月分の給与と賞与の全額を自主返納すると発表した。2020年1月、もち義雄の死去に伴い空席となっていた岸田派の事務総長に就任。根本の衆院選資金に関連し、談合事件と関連して、 東急建設側から、前知事実定の佐藤雄二被告を通じて200万円を入手していたという、不明瞭な資金の流れが指摘されている。2007年1月12日、東京地方裁判所での福島完成、談合事件後半で、福島県知事の佐藤栄作に関連する談合事件で、競売入札妨害罪に問われた空調設備会社社長被告人、 辻正夫の証言で明らかになった。2005年の第44回衆議院議員総選挙の際、根本の選挙支援名目で佐藤の弟佐藤雄二から協力を依頼され、それを東急建設に取り継ぎ、結果的に佐藤雄二は200万円を手に入れたとされる。辻正夫は祐二被告から根本議員の状況が悪い。 知事の地元の郡山地区選出の議員が落選すると知事が不利な状況になると言われたと被告人質問で述べている。根本の地元選挙事務所は辻の証言を否定している。2004年の政治家の年金未納問題に関連し、厚生政務次官及び内閣府副大臣首相補佐官に就任していた2年2ヶ月間、国民年金保険料が未納であったことが判明した。 根本は自身のホームページにてこの事実を認めた上で反省の弁を述べた。ありがとうございます。